こんにちは、速稼塾の久保です。いつも FX の相場解説ご覧いただきましてありがとうございます。まあ、最近はね、相場解説といっても FX オリガルヒと共通の動画として1日1本ね流れてくる程度だと思いますけども、これはまあスタンダードな以前の形に戻ったと考えていただければよろしくって、4月5月って確かに更新頻度凄まじかったと思いますけども、あれやっぱりね、オリガルヒってのはどのぐらいの密度でやっていくんですよってことをお知らせしたつもりだったんですよね。まあ試食コーナーみたいな感じですよね。でも実際にオリガルヒが始まってみると、もっともっと動画の更新密度と頻度っていうのは高くなってます。というところなんで、テクニカルを真摯に身につけて、おごらず恐れず高ぶらず、正確なテクニカルができる人が増えてるんではないかなというふうに、オリガルヒに参加した19名の中をね、こう添削してきて思うわけなんですけども、まあ、まず一ついるのはね、速稼塾のこの相場解説を見ていただいても参考にはなると思うんですけども、一体いつ力がつくんだってことになると思うんですよ。でもちろんね、速稼塾のこうやって相場解説を見て個人的にご質問いただいたりとか、それに対して私が解説を付け加えるみたいなこともできますけども、やっぱりね、大きく意識に違いがあります。それは専門コースで学んでいこうとする人と、まあこっちでいいよねっていうふうに考えていく方です。もちろんその無料動画の方でね、ちゃんと力がつく方だったらいいんですけども、 FX ってやっぱり精神力の部分が多いんですよ。だから精神力の差でこっちの無料動画で何とかしようかなって方、もちろんそれを全部は否定しませんけども、実際にそのぐらいの気持ちだったらなかなか FX で強くはならないと思います。毎日のようにしっかりとサービスを受けて、もっと深くもっと正確に受け取っていこうとすれば、やっぱり無料では限界がある、有料のきちんと作られたコースに行こうと思うはずなんですよ。この精神力の差っていうのがスタートラインでだいぶ離れちゃうんですよね。もちろんオリガルヒに入ったりとか、ある専門の FX の講習を受ければ必ず FX で勝てるかどうかっていうのは、それはね、分かりません。なぜなら学ぶ人の責任も半分あるからなんですよ。で、 FX で私はテクニカルの正確なところをすごくポイントを押さえて、しかも現在動いているチャートの中から抜き出してお伝えしていきます。何よりの教材だと思います。ほとんどがリアルタイムですからね、ほぼリアルタイム、本当にね、5時間遅れて解説とかじゃないですから。でそうなってくるとね、そこまで密度の高い勉強をしている方と、こっちの無料動画を暗中模索しながらやる人と同じ市場で戦ってるわけですよ。でどっちが勝ちやすいですかって決めた時に、考えた時に、これ火を見るより明らかですよ。私が実力をつけた人と、私の、ね、力をあんまりつけてない人が同じ土俵で戦ってるわけですから。でしかも戦いは他のトレーダーさん、投資家さんもいるわけですからね。いや、難しいと思いますよ。というところで、この動画を見てらっしゃる方には、 FX オリガルヒはね、昨日までの29万8000円をこれ延長してですね、今日まで、今日というとなんだ、9月11日ですか、月曜日に日付が変わるまで、月曜日の私の相場解説が出るまでお申し込みいただければ、その席はね、お取りしておこうかと思います。あと1名です。あと1名ね、あと1名に限りお申し込み可能にしておきます。もちろんこの1名なくても全然オリガルヒ的には困らないんで、またね、別の機会を待っていただければと思いますけども、私の方から別の機会がありますというのはね、なかなか言いにくいです。もうとりあえず20名でいいかなと思ってますんでね。はい、というところでございます。 FX オリガルヒ一般販売29万8000円は昨日終わりました。そして35万に戻りましたけども、速稼塾の限定動画、この動画をご覧になっている方は9月11日限りでですね、29万8000円で、提供させていただきますんで、あと1名いらっしゃってください。それでは失礼します。